上尾市立大谷中学校は埼玉県上尾市高山4丁目にある公立中学校。また、この学区には上尾市立今泉小学校、上尾市立大谷小学校がある。計7名人気は10月から来年9月までで10月に行われる生徒会役員選挙にて役員を決める。また、立候補できるのは第1学年生と第2学年生のみであり。 第3学年は卒業するため投票のみ参加となる。第1学年は会計、初期に立候補でき、それぞれ1名のみの新任となる。第2学年は、どれでも立候補することができ、副会長を除いて、それぞれ1名の新任、副会長は2名の新任となる。スキー教室実行委員会、郊外学習実行委員会、修学旅行実行委員会は、 学年就任や学年の担任により参加希望者のみで行うか学年委員会のみで行うまたはその両方で行うことがあるが学年委員会のみの場合通常の職務に手一杯で仕事が少し手薄になることがしばしあるが参加希望者はやる気があって参加しており他の仕事も少ないので参加希望者で行われた行事の方がより良くなる朝の挨拶運動とは 毎週水曜日、投稿してくる生徒に、大谷中職員、当番の保護者、生活委員会、生徒会役員、担当となった部活動等が挨拶を行う運動、読売新聞や上げ押し広報等に掲載されたことがある。挨拶を呼びかける人は、爽やか挨拶デート書かれた旗を持ち挨拶する。この挨拶運動を実施することで生徒と先生との距離が縮まり、 日常生活での挨拶の増加につながる。目指す、生徒像を自ら学び考える、生徒心豊かな生徒心身もに健康な生徒、大野中三つの目真面目けじめ夢、ありがとうございます。